はようございます。今私たちは長野県と群馬県にまたがる浅間山、高峰高原に来ています。今日は黒山まで登って浅間山 の外輪山を眺めてきたと思います。それではレッツゴー浅間山。駐車場いっぱいです。それではビジターセンターから出発します。白山風呂が結構咲いてます。ビジターセンターの裏ですけど、今登山口に向かってます。ここがそうかな。で2回目なんですけどね。何年前かな、3年くらい前に来た。もっと前、その時に天気が雨が途中で降ってきて残念な結果になったので、今回はリベンジということで来ました。車坂峠標高1973m。 車坂峠から出発します。登山ポスト4月の24日今日は噴火警戒レベル1で大丈夫です。前掛山山頂まで行きますが、行く予定はなくて黒富山までだよね。黒富山表コース 2.9km、 こっちで登ります。飛行機図もあればランもあるし、なんでね、鈴なんです、花が花多いよ、ね、スタートからいきなり花が多いね。楽しいね。霜付けが咲いてます。線香花火みたいで可愛い。風が涼しいね。松茸か。あるじゃないの。違うっぽいね。けどなんか食べれそうな感じの、美味しそうな。これ、はい、松茸じゃないっぽいけど。松茸だけね、こんな真夏に。ね、これなんて花かな。葉っぱの中心に咲いてますね。ドーン、浅間山。今日は期待できそうですね。音切りそうです。黄色い、鮮やかな黄色ですね。シェルターが出てきました。前回見れなかった絶景が見えてます。嬉しいな。槍ヶ鞘、この縁を今から登ります。結構人が歩いてますね。バスが下からいよいよく上がってます。中道コースの分岐が出てきました。あと黒富山まで 0.6km、 はい、行きましょう。あら、なんかちょっと白くなってきた。
ミニお花畑。山頂じゃないよ。東海の頭。いい。他に道は。東海の頭からこっちの樹林帯に続いてますね。まだ黒富山ではない。黒富山まで400メートル。あれ200メートルしか進んでないの、さっきから。あらねえ、警報のラッパが設置してあります。もうすぐかな、黒富山。山頂着きました、黒富山到着。あ、よかったね、見えてる見えてる、山が見えてる。はい、黒富山山頂到着しました。よかった、山が見えててリベンジ達成。11時12分。はい、黒富山山頂からの浅間山です。これはまあ全然が、いや最高ですね、今日は。見事リベンジ達成です。山頂でランチします。みずみず。あ、二人なんか見えるような、見える。あ、動いてるね。あ、いるいる。あそこかな、じゃあ。遠いな、あそこ。やっぱここでいいよ。そんなに広くはないね。なんか、あそこで座る。10人ぐらい座れる程度かな。では山頂を後にします。はい、東海の頭通過です。レタス畑が白く見えてるね、左に。ああ、うん、表の分岐に、分岐まで降りてきました。それではとりあえずもう外輪山満喫できたので中道で下ります。2キロ。前です、歩いた時は雨が降っててなんか薄暗くて心細くて、今日みたいにね天気がいいと印象が違うね。なんか、うん、いい森だよね。やつの八ヶ岳の、そう、うん、似てるね。でもさ、八ヶ岳で歩いて、そうね、うん、難易度が低い、うん、歩きやすいね。3段、2段階ぐらいはトギリソウがいっぱい咲いています。はい、
もうすぐ登山口に戻る雰囲気。はい、ビジターセンターまで戻ってきました。わー、車いっぱいですね。本当朝と変わらないですね。お疲れさん。はい、駐車場に戻りました。どうも前方にキスゲがいっぱい咲いてるのでちょっと見に行きます。あ、逃げちゃった。はい、登山終わりましたけど、今日は上りで2時間、下りで1時間10分ぐらい、の、ゆる登山ちょうどいいゆっくりやつ登ったからねこのぐらいが一番いいかなってぐらいのゆる山でした。高山植物もね、結構 ここになんかでも集約されてる気もするけど、駐車場周辺そうあとはね、外輪山バッチリ見れて、とても気持ちのいい景色が見れました。はい、じゃあお疲れ様でした。